はい、ゲセスをやっていきますということでね、もう一日やっぱ月初は大変だね。月初大変一日動画ゲン戦争だけで5本も上げちゃうっていうね、偏りがすごい。で、ね、さばきの試練めんどくせえから好きじゃねえんだよな。うん、オートでいけるんだ、そういえばね、最近は。で、確かいつも7000ポイント、8000ポイントくらいなのか。でもめんどくさいから嫌い。やりたくない。あ、そう、思い出した。そうそうそう。ガチャ回すイベントね。ただ、前回みたいにアイテム取り切ってからボックス、次のボックスに行くと、結構ギリギリになるんで、お目当てのアイテム取ったらもう、すぐ次のボックスに移った方がね、いいと思います。あ、ちょっとプロデューサーレターについて触れていきたいんですけど、その前に一個だけね、まあ、昨日ちょっと、まあ、昨日かおとといもギルの話したんですけど、今日ね、もう早々に、自分体力回復使用回数36回あるんですけど、体力回復約第36個、ギルの間にぶち込んできました。うん。それで、今現在1億2000万ですけど、一応今日の、ギルガチャは、全部一応回しました。今日のギルガチャだけは、全部回した感じなんで、今日は、7500万消費したっていうことですよね。うん、だから、なんていうの、今日の体力回復約36個分使っても、あれなんですよね、ギルガチャ、3日分すら足りないっていうね。で、明日もさ、36個全部使うとするじゃん。そしたら、プラス、だから計合わせて5日分くらいしかないんですよね。そうなると、ギルガチャやっぱ最後の方引けないなっていう感じですね。いや、きついっすね。せめてさ、ギルガチャ、1個虹ガメはドロップ確定にしてほしいっすよね。運悪いとき、スキップで20回やって、ギルガメ5個とかのときね、マジ、ふざけんなよと。虹のギルガメ5個みたいな。ふざけんなよって。体力20回使って、うん。ふざけんなよって感じでしたね。20回っていうか、20クエスト。うん。そんな感じですね。だからさ、本当に、早くこれ手こ入れしないと本当にまずいと思うよ、運営さん。要は体力ここで使っちゃうと、本当は自分土曜日はね、かすかな記憶のピンクを集めたいんですけど、こんなことずっとやられたら、ユニットのアビリティのレベルすら上げられないし、うん、何もできない。ギルの間しかできないゲームになっちゃう。このままじゃ。イベント周回もできないわけだから、もうスタミナ回復薬ないから。このゲームももはやギルの間を回るゲームになっちゃうから、早めにね、手こ入れした方がいいと思います。一桁間違えてる。ギルガチャ。今日ね、プロデューサーレターが来たんで、これにね、触れていかなきゃいけないっすよ。で、これね、こっからっす。今後のアップデート予定。交換所ショップ案はいい。部分育成キャンペーン。これはね、ようやく自分の、要望が多少は通ったかな。部分育成に関してね。自分的にはハンマーの回数を20回にしろとかそういう感じのがいいと思うんですけどね。ハンマーの回数20回にしてくれたら一番手っ取り早いんですけどね。うん、ちょっとハンマーがもう溢れ返ってるんで。で、その代わりなんかブグ育成キャンペーンが来るっていうことでね。うん。まあ、成長率が上がるキャンペーンが来るっていうことで。まあ、だから今のうちに、打ち直し金槌は使わないで、温存しとく方がいいですね。自分はもう今日から温存していきます。まあ、今日以降仮にブグ育成で失敗しても打ち直さないで、このキャンペーン来るまではね、ちょっと、もう打ち直し金槌はストックしておきます。で、セレクションクエストね。まあ、要は、セレクションクエストで取れるユニットも、出撃可能になるということで、うん、そういう感じにしてきたんだ。まあ、悪くはないけどね。まあどうだろうね。何度も言うけど、自分はセレクションクエスト、
セレクションクエストっていうコンテンツは別にいいんですけど、レミューレとかコーウェルとか、あそこら辺をね、まず UR で出してること自体がね、本当に意味不明なんで、本当にレミューレ、今自分の限界とか3くらいですけど、で、一応ね、召喚獣の共鳴度も、ブグ熟練度ももうマックスになってますけど、マジで SSR でいい、レミューレ。だからそういうとこを普通に正常にすれば別に問題ないのにね。なんでわざわざ自分のゲームなのに、なんで自分でぐちゃぐちゃにするんだろうね。不思議です。強敵の間、ね、強敵の間。自分これさ、めんどくさくてずっとやってなかったんですけど、この前久しぶりにっていうか本当に初くらい。ビヒモス以来初じゃないかな。強敵の間やったんですけど、もちろんオートでクリアできなくて、手動でとりあえず4体くらい倒したんですけど、まあめんどくさい。そこでもう心折れちゃって。俺自分ね、スマホのゲームは手動でやりたくないっていうこだわりがあるんで、スマホのゲーム手動でやるくらいだったら、据え置き機器のゲームやるわって感じなんで、もしくは本とか読むわっていう感じなんで、やめてください。ギルド募集の要項拡張。これ全然ありっすね。まあ、石像レベルさ、あれさ、ちょっとエグすぎるよね。もうちょっとレベル上げ簡単にしてくれよって感じっす。まあ、自分一応麒麟像レベル5なんでね、まだ全然枠空いてるんで、入りたい人いたら、入ってください。超人組です。ギルドのスカウト機能。スカウトはまあ、自分はギルドマスターですけど、別にスカウトはしないかな。なんか迷惑になっちゃう気がするんで。そう、パーティー編成の数の拡張。これはね、素晴らしいです。これ自分も要望出してましたね。あと3枠でいい。あと3枠でいいから枠増やしてくれって。あとちょっと足りないって感じだったんでね。ギルド共闘コンテンツ。こういうのもいらない。やめて。こういうのをやめて、マジで。マジでいらない。こういう PVP 的な要素、マジでいらない。もう、ここですら嫌なのに、なんでギルごとごとで戦わなきゃいけないんだよ。こういう気使うコンテンツやめてよ、マジで。のほほんやりたいんだからさ。そもそもギルドバトル2時間しかねえんだからさ。仕事の都合上、ほぼ参加できない人だっているわけだからさ。そういうところに、新しくコンテンツ拡充すんじゃねえよって感じですね。ギルドメンバー、自分は大丈夫ですけど、なんていうの、すんげえガチでやってる人とかさ、こういう新しいコンテンツ拡充されちゃうと、このコンテンツでなんか喧嘩始まっちゃってさ、こうネット民ってさ、精神年齢低い人多いからさ、喧嘩始まっちゃってさ、解散みたいになっちゃう可能性もあるしね。あんまこういうの好きじゃないな。やめてほしいな。絶対これまた、新たななんか、軋轢を生みますね。で、白磁の塔。ね、時間回復固定。これさ、もう半年以上昔の話だからさ、とっくに、前回自分、とっくに搭載されてるもんだと思ってて、やられましたね。半年どころじゃないっしょ。もう半年どころじゃない、これ。この発表してから。そう、そこら辺でね、ちょっと言いたいことあったのよ。原戦争の運営ってさ、こういう、なんていうの？別に回復時間固定とかさ、こんなんそうそうやれよって思うんすよね。例えばだけど、これ自分ずっと要望出してるんですけど、もうリリース開始数ヶ月後くらいから出してるんですけど、ブレイブとフェイスの、ソートをほんと作ってほしいんですよね。ブレイブって下がっちゃうじゃないですか、死ぬと。いちいちストーリーで上げに行かなきゃいけないんですけど、97までね。で、誰が下がってるのかを確認するのがすんげえ大変で、いちいち1キャラずつ長押しして確認しなきゃいけないんで、っていうのをずっと要望出してるんですけど、そんなのすぐできると思うんですけど、なんでやってくんないのって感じですね。そういうのがね、ゲーム戦争は多い。例えば、剣だけでのソートとかさ、そんなの普通すぐできるじゃん。剣だけのソートとか、杖だけのソートとかさ、絞り込み機能。他のゲームとかだったら全然そういうのをガンガンやってくれるんですけどね。自分はまあ、ロマサガ RS 最近ちょっと、常に一応、ロマサガ RS はさ、スマホ1台使って周回してるけど、で、ロマサガ RS はさ、ガチャが、
自分の中ではガチャに関しては、本当、スクエニのゲームだけ、スクエニ暁っていうコンビだけあって、ガチャに関しては全ゲーム中ナンバーワンのクソガチャだと思ってるんで、ロマサガあれですね。ただ、それ以外に関してはロマサガあれって本当に神運営だと思うんで、すごいよね、なんか。どん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 快適になってるんで、相当にしろ、システム。すごい、こういう、こんなとこまでちゃんと、回収してくれるんだと思ってね。その点、幻影戦争はもう課金圧ばっかりでさ、そういう細かいところの修正一切してくんないからさ、なんか、幻影戦争の運営ってさ、プレイしてないんじゃないかなと、ちょっと最近疑ってんすよね。すいません、話長くなっちゃいました。で、これ AI の回収。まあ、そこら辺はいいよ。で、UI、で、お任せ編成の、共鳴度で、編成できると。ここら辺はさ、まあ、お任せ編成しないからな。ビジョンカードの、一括表示ね。これ、とっととやれよ。もうこれも半年以上前じゃない。これも半年くらい、半年以上前から言ってるよね。こんなのとっととやるよって感じっすよね。新しいコンテンツとか作ってないでさ、とっととやるよって感じです。すんごい不便だよね、ビジョンカード。余った JP を別のポイントに交換できる機能を。ということで、もし、ここまでの機能で、ここまでの発表が、今後の改善予定だとすれば、がっかりっすね。がっかり。いや、でも、悪くはないんだよ。多分ちょっと要望が伝わってる感はある。ブグ育成にしろ。まあ、これ毎度言ってるけど、自分が出してる要望の、なんていうの、例えば自分が出してる要望が通ってくれたら、それは10割通ったっていうことだとするじゃないですか。ある項目においてね。なんか微妙に違うんだよね。このビッグ育成キャンペーンとかもさ、別に、ねえ、ハンマーの回数20回にすればいいと思うんだよね。それでオールオッケーだと思うんだけどな。何がダメなんだろうね。そっちの方がややこしいと思うんだけどね。セレクションクエストもさっき話したからまあいいけど。ただ個人的にはね、なんか足りないんですよね。なんだっけ。ちょっと今見てみよう。自分、いつもノートに、幻影戦争に送る、要望一覧みたいの、テンプレートで貼ってあるんで。まあ、あえては言わないけど、もうちょっとね、運営さんが言ってた通りね、運営が言ってた通り、ゲームは楽しくなくちゃいけないってね、運営さんが言ってるんだから。今もう本当、いろんなゲームやってるけど、なんか圧倒的になんていうの、やきもきさせられるゲーム、なかなかないよ、こんなに。やきもき、どうしようもできない。体力もないし、何かをやると何かが足りないっていう。他のゲームであんまそんなことないっす。幻影戦争だけは飛び抜けてる。何かをやると何かができなくなる。で、そ、で、その、できない何かをやろうとすると今度は他のものができなくなるっていう。そういうのがもうね、多すぎる。まあ、どんだけ、もう1円でも120円でも回収してやろうっていう気持ちはわかるんですけど、マイナス効果だからね、ほんとやめとけって感じですね。ある程度ゲームは快適にして楽しめるようにしないと。ただ今回のこのお知らせ別に悪くはないですよ。悪くはないけど足りないね。まあ、あとこの本当の、ね、新たな欠片交換所の追加、これがね、ちょっとよくわかんないですけどね。まあ、わかんない。キャラが被ったり、ビジョンカード被ったら、今までのプラス、何でも交換できるアイテムがくれるのかな。ただ別に何度も言うけど、ね、限定キャラが含まれてなかったら意味ないから、マジで。自分は本当にそこなんで、限定のビジョンカードは、ね、ただの倉庫版なんでね、倉庫で眠ってるだけなんで。だから本当に何度も言うけど、期間限定キャラが取得できるのが、期間限定は全然わかるんですけど、育成期間が期間限定っていうのマジ理解できないから。そんなゲーム存在しないでしょ。多分。わかんないけど。自分がやってきた過去のゲームでも、今やってるゲームでも、そんなゲームはない。
取得できるのが期間限定は全然どこのゲームもあるけど、育成期間も期間限定なんていうゲームはね、存在しない。そんなね、ストレスあった、そんなユーザーに楽しめない要素を入れてどうすんだって感じですね。あと何度も言うけど、ガチャで当てて、例えばクラウド、エアリス、バレット。ねえ。これ3人、なんていうの？まあ4人、ティファも入れて4人。全員レベル120にするのなんて、下手すりゃ2年くらいかかるんで。そんなゲームなくない？楽しくないよね。育成に2年かかるゲームとか。だったら課金しろとか言ってくるやついると思うんですけど、自分言うて、言うな、EX ジョブ来る前は月10万くらいは課金してたんで、で、EX ジョブ来て、あ、これもう無理だと思ってやめたんで、いろんなゲーム、ね、ゲーム戦争だけで10万円ですからね。他のゲーム入れたら普通に余裕で月30万とか超えてたんで、それで全部をね、ゲーム戦争につぎ込むわけにはいかないんで、EX ジョブ来た瞬間に、あ、もうこれ無理だって思って、もうね、課金するのは一切やめたんですけど、良くないよね。多分 EX ジョブ、例えば FF 期間限定キャラで育成期間も期間限定なのに、ファイナルファンタジー7の、キャラクターたち4人を全員 EX ジョブ120にするとしたら、自分があの EX ジョブ来る前に課金してた頃の状態で、おおよそで換算すると、多分余裕で20万は超えると思う。20万かな。多分だけどね、FF、EX ジョブ来てから自分かけら買ってまで EX ジョブレベル120にすることはやってないんで、ちょっとわかんないですけど。ただ多分レベル99の時はレベル99までやってたんで、いつも。ただ、レベル99の時より多分きついはずなんで、EX ジョブレベル120の方が。これをだから FF7 のコラボを4体全員レベル120にするのなんて、多分20万じゃ効かないと思うんですけどね。30万くらいはかかってくるんじゃないかなと思うんですけど。もちろん9ステップガチャの引きとかにも寄ってきますけどね。いやでも、9ステップで運が良くても、ごとつが限界だと思うんで、自分は9S の時に、9ステップガチャで 9S フィーバーして、一瞬でごとつしたんですけど、9S フィーバーしても、ごとつまでしかできなかったんで、そっからさらに400枚でしょ。普通に30万以上かかっちゃうと思うんですけどね。しかもね、別に今月別に FF7 のキャラだけじゃないですからね。普通にこの後もね、新キャラは来るわけで。だからね、変な話、全部レベル120にしようと思ったら、月多分50くらいかかっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。今のユニットだけの話ですからね。そこにビジョンカードも入ってくるんですから。まあ、そんな感じです。だったらなんかもうちょっと、まあ何でもいいけど、だから普通、俺は自分ずっと言ってるけど、普通に限定キャラも、ハードクエスト入れればいいんじゃねって言ってるんですけどね。ビジョンカードもね。あとそのビジョンカードのブックマーク。なんかずっと前コメント欄にビジョンカードのブックマークあるよ、みたいな。何見てんだよ、みたいなことに、コメントあったんですけど。ビジョンカードのブックマークは絶対ないっすよ。なんでそんな意味不明なコメントしてくるのか、本当に意味がわかんないです。こういうさ、ビジョンカードのブックマークとかだって、そんなのとっととやるよって感じ。これ、同じスクエニのロマサガレースだったら、もうとっととやってるよ。ビジョンカードのブックマークくらい。1ヶ月、2ヶ月でね。もう最近のグランブルーファンタジーとかだってもうすごいじゃないですか。いやもう自分グランブルーファンタジーサービス開始からやってるけど、もうね、別のゲームです。利便性が。自動売却だったり、自動育成だったり、最近なんてもう、自動回復までついてきましたからね。あとはオート周回お願いしますって感じですけど。そんな感じで。いや、グラブルは本当にいい完成されたゲームだなって思いますね。いや、ゲーセンスもいい素材なんですけどね。本当にもったいないです。
そんな感じで、結局なんかいつもと同じようなこと話しちゃいましたけど、自分はこのプロデューサーレター見て、まあ、あくまでプロデューサーレターだからね、放送でもっとなんか違うものがあるとね、信じましょう。このプロデューサーレターだけが改善の内容だったとすれば、まあ、新規さんはまだつなぎ止められないかな。ユーザー増えるか、新規はつなぎ止められない。ユーザーは減ることはあっても増えることはないんじゃないかな。カムバックとか、この程度じゃね。もっと、まあ自分も要望とか出してるけど、もっとないと、新規が続いたり、もともとやってた人が戻ってきたりね。美課金者が課金者になったり、無課金者が美課金になったり、そういうことはないと思いますね。このプロデューサーレターの内容だけだったらね。そんな感じで、放送でね、実際どうなるか、怖いっすね。本当に怖い。本当、FFBE の過去があるから、本当に怖いよね。本当に怖いと思います。放送が来るのが怖いです。そんな感じで。ね、自分、エアリス、バレット、クラウド、キファ、4体引けてますけど、ガードスコーピオンも、給水塔の約束も、ビジョンカードはもう無理なんで、ユニットだけだとしても、まあ、レベル99はまあそれなりに、数ヶ月でいけると思うけど、EX ジョブ120は、もう年単位ですね。もう、ね、このゲームやべえよな。ボックス。自宅警備員がどんどん増えていくわ。自分のボックスの中に、自宅警備員がね、どんどん増えてきます。ラムザとかディリータとかさ、オルランドゥとか、セシルとかさ、もう自宅警備員っすからね、こいつら。そろそろ戦わせてあげてくださいよ、マジで。そんな感じで。ああ、ほんともっと楽しみたいわ。そんな感じで。どうもありがとうございました。